こんにちは、ほのかさん。はい、こんにちは、ほのかです。お元気ですか？はい、めちゃくちゃ元気です。はい、最近、競馬番組にも長く出演していますが、よくです。13日土曜日にもフジテレビ馬好きんがだむに出演するということで質問です。予想の的中に大切なことは何だと思いますか？勝負感。これね、ほのかさんもね、土曜日にね、ウマズキングダム出るでやっぱアピールするためにはこの勝負感あるのかないのかということで、あるゲームをしていただきます。これ押すとね、こうやってやっていって、うわっちゃうんですよ。第1曲お願いいたします。ちょっと控えめに奥歯から。成功です。成功だ。はい、じゃあ僕はこの4つ目。北島さん持ってるからな。あー、マジかよ。いや、これね、マジ言っていいですか、やらせじゃないんですよ、これ。これマジなんですよ。これ仕掛けられるんですか？いや、仕掛けられないですよ。やってやろうかなと。もう終わっちゃったんですね。早い。いや、つらいですわ、これ。で、勝者は、丸一か。勝者は、ほのかさん。はい。正解は、ほのかさんの勝利でした。イェイ。こんにちは。こんにちは。はい、清水彩乃です。なるほど。覚えてくださいね。覚えてください。生年月日は1999年3月20日の19歳です。1と9がいっぱいですね。そうなんです。あともう少しで2000年生まれでした。1900年代最後の、そう、最後の最後の大物としてね、もう頑張れ。芸能界にね、旋風を巻き起こしていただければなと。そうですね。趣味は高校野球観戦で、甲子園にも何とか行ってます。素晴らしいですね。今年も行かれたんですか？行きました。3日間行って、2日間は1人で。いや、すごいですね。これは本物ですね。ということで、しゅうさんね、しゅうさん、ツイッターとか、はい、インスタもやってて、高校野球の話とかもよく書いたりしますよね。書いてます。もう、ね、書きまくって、全然反応してくれないっていうのが多いんで。これでもみんなに反応してもらいたい。してもらいたいです。反応してもらうにはやっぱ人数というのが必要なんでね。そうなんですよ。これね、フォロワーとか増やしたいですよね。増やしたいです。ということで、ということで、じゃん。ツイッターとインスタとブログもやってるんですけど、ツイッターこちらですね。こちらインスタも同じアカウント名でやってるんで、ぜひ皆さんね、ぜひフォローの方お願いします。お願いします。もう今日ね、初めて知っていただいた方もね、そうですね、もう必ずフォローしてください。ぜひうちのチャンネル登録もそうですけど、清水さんのSNS のフォローを必ずしてください。どっちもフォローしてください。ぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ清水さん、はい、今回のクイズは清水さんからということなんですが、清水さん、高校野球を、はい、すごくね、さっきの話も見られてるということ で、ね、もうそろそろ、プロ野球ではドラフト会議が行われるわけなんです。ドラフトの時期が来ました。来ましたね。はい、その中で清水さんのこのドラフト会議でね、高校生で一番の一押し選手は誰ですかというのが今回のクイズになります。はい。クイズの答えはこちらにお願いします。こちらも1、クイズの答え、2、ニックネーム、3、私に一言何かあればください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、お待ちしております。お待ちしてます。ハーモニーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは、サムシマです。第92回サムシタチャンネル始まりました。
このチャンネルではハーモニープロモーションのタレントの告知情報と我々マネージャーさんの仕事北島の個人的意見画像をお届けいたします。はい、北島さん、はい、10月今日10日10日ですね、昔で体育の日水曜日、はい、今日ね、今日、はい、撮影日が、はい、暑かったですね。そうですね、結構暑くて、ただね、週末から気温も下がる、雨降るんですよね、確か土曜日に。そうなんですよね、週末最近ね、ずっと雨降ってるなってイメージが。あれ、先週は雨降ってました。先週は結局降らなく、まあでも降らなかったですけど、まあなんか降る、降る、だいぶ、だいぶっていう感じで。すごい涼しい日もあるじゃないですか。そうなんですよ。でも暑い日もあるじゃないですか。ありますね。難しいですよ、ね、難しいです。僕はもう年中半袖で行きますよ、絶対。橋本花美です。はい、10月13日、フジテレビ、はい、その説はお世話になりました。はい、よくできました。に出演します。はい、特番です。その説はお世話になりましたっていう、やっぱ題名から、はい、読み取り名前から言うと、はい、なんすか、過去お世話になった人にありがとうって言いに行くって感じですか。まあ、というのは地域ですね。あの、橋本が若い頃に住んでいた、地域にいろいろ、まあ懐かしのお店とか、あ、当時はありがとうございます。そうですね、まあ、あの、回って、まあいろいろ回るというか、まあ過去に住んだ地域、思い出の場所をちょっと巡っていくっていうことで、まあ、本当若い頃、10代後半から20代の、まあそういう、こういうところに行ってたんだなとか。どこ行ったんですか。まあ、一応放送見てもらえればってことなんですけど。続きまして、はい、10月14日、はい、カンテレ、はい、ケバビート、はいはいはい、失礼いたします。はい、今週誰走るんですか。あ、問題、週刊賞。誰って言い方変。はい、誰も変ですね。何のレースですか。週刊賞。週刊賞知ってるくせに。あれでしょ、知ってるくせに。あの、あれでしょ、あれ知ってるよ、郵便局とかさ、ヤマトさんとかがこの集められる。そう、週刊。びっくりしたのも走らない。走らないです。ドリュー。ドリューも走らないです。メス馬同士のね、牝馬同士の 対決なんで。そこね、だからか。まあ橋本もね、やっぱこの、ね、女性のね、勘をね、まあ関西地域の方、まあ関西の自慢なんでね、ぜひちょっと注目してみていただければなと思います。はい。続きまして、朝日奈彩。はい。10月13日。はい。アンドガールに、はい、乗っております。はい。こちらぜひ。ぜひね。買ってください。ファッションね、僕らもちょっと参考に、秋のトレンドですか、冬に向けての参考ってなかったんだろ、前も言ってたけど、まあ、参考ってなかった、褒めるためよみたいな。いや、もうそのあれで見た、あ、誰そのファッションはサイダーがしてたね、アンドガールでみたいな。これもうみんなね、嬉しいってなりますね。誰に言う。いや、それは取引先の人かもしれないし。そんな人に言う。そんな口調では言わないと思いますけど、やばいです、街中で、ね、例えばじゃあ街中で、ね、お会いした人とか。日曜日ですね、丸の内、丸ビル1階のちょっと、まあ、特設ステージにいて、ビヨンドフェスという、パラスポーツだったりっていうのをちょっとに向けて、東京2020に向けてのちょっとイベントで、グローバルですね、13日から始まるビヨンドアワード2018ということで、まあ、音楽パフォーマンス大会じゃないですけど、ちょっと何組か集まってで、グローバーは何するんですか。 MC です。 MC? MC です。ちなみに、審査員に、東京都知事の小池百合子さんとかいる。そうなの、すごいです。パパイヤ鈴木さんとかダンスいらっしゃったり、されるんですけれども、まあ、そのちょっと MC の方をやらせていただくので、ちょっと丸ビル、10月13日です。あ、10月14日ですね、丸ビル1階のちょっと、まあ、ビヨンドフェス、まあ、いろんなちょっとイベントやってますので、ぜひ、お越しいただければなと思います。で、はい、実はその後18時からなんですけれども、グローバー月曜日から木曜日まで夜やってますジャムザワールドの、はい、これ30分間なんですけれども、公開収録、どこでやるんですか。それも同じところです、やりますので、そこもね、ぜひちょっと公開収録って多分ジャムに関しては初めてなので、ちょっとぜひね、来ていただいて、もうね、どこ丸ビルのその1階スケスケなの。でも公開収録なんで、ステージ上で、まあ、何がちょっとジャム・ザ・ワールド初の、グローバーな、グローバーとしてジャム・ザ・ワールド初の公開収録になりますので、ぜひね、普段ラジオ聞かれてる方、
まあもちろんグローバルに会いたい見たいっていう方も含めてですね、まあ、あとはそもそもパラリンピックイベントなので、パラスポーツ興味ある方とか、まあ、その音楽、興味ある方とかもいろんな方ね、ちょっとぜひ丸の内近く寄られる方とかも、足を運んでいただけると、嬉しいなと思いますので、ぜひちょっと、皆さんね足を運んでいただければなと思います。続きまして、はい、ほのかです、はい、10月13日、はい、フジテレビ、はい、ウマズキングダム、ウマズキングダム2出演します。週刊賞の予想です。先ほどね、あの冒頭で説明した橋本の、フジテレビその節はお世話になりました、特番の前がウマズキングダムなんですよ。だからほのかがね、このウマズキングダム、ほのかのウマズキングダム見ていただいて、そのままのね、流れでね、その節はお世話になりました。これもちょっと見ていただきたいなと。もちろんね、週刊賞の予想になりますので、やっぱどういう翌日もね、うん、ちょっと参考に、今回もたまにでかいのあったりしますから、ね、していただければな。その流れでその説お世話になりました、見ていただければと。これ連続ですね、いい流れですね、土曜のね、はい、遅い時間帯星以上です。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。